こんにちは、西アクラソンの山根です。今日もご視聴ありがとうございます。とうとうね、岡山県にも緊急事態宣言が発令されました。期間はですね、5月16日の日曜日から5月31日の月曜日までということなんですがね、そこでね、西アクラソンの各施設にも影響が出まして、各施設ね、休業のお知らせが出ました。道の駅アワークランドはですね、5月17日月曜日から5月31日の月曜日まで休業。バイキングレストランアワクラ旬の里はですね、ここはね、当面の間休業ということで、あとね、アワクラ温泉、黄金泉ですね、ここは5月18日の火曜日から5月31日の月曜日まで休業ということでね、結構ね、西アクラソンもね、影響を受けることになりました。これね、効果があるといいんですけどね、この緊急事態宣言の発令によってね、少しでもこの事態がね、収束してくれればなと思っています。あのですね、今週ですね、あの例のワクチンもですね、うちのね、父母も両親が高齢なんでね、今週中にこのワクチンを受けるようにね、予約を済ませて予定はしてるんですが、これもね、なんかネットとか見てますとね、なんか怖いですよね。このワクチン接種後にね、こう容体が悪化してどうたらこうたらとかね、いうことを聞きますんでね、なんか怖い気がするんですよね。初めてのことなんでね、まあそういう不安はありますが、やっぱりね、打っておいた方がいいかなと思っています。本当にね、早くね、この事態が収束してほしいですよね。僕自体はね、この緊急事態宣言発令したことによってね、特に影響はないんですが、まあ大体ね、僕は山に上がって YouTube 撮影しているぐらいでね、どこかに遊びに行くっていうことも特にはないんですがね、やっぱりね、この他県からね、西アクラソンに来てほしいなっていう気持ちもありますんでね、早くね、この緊急事態宣言発令が解除されてですね、この事態も収束に向かっていってくれればなと願っております。というね、放送でした。この施設はですね、アワクラグリーンリゾートさんの経営されている施設なんですがね、僕はまあ勝手にこうやって YouTube でね、この情報を皆さんにね、知ってもらいたいなと思って今日放送しました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。